こんにちは、アムスタッフのアキラです。今回は総称付きの2019年秋冬コレクションを紹介していきたいと思います。はい、こちら着物ブレステッドシャツとニッカーボッカーズ着用してみました。全体がこんな感じになります。はい、でこちら襟が少し斜めについてます。で、ボタンの位置も少し右側にずれています。で、ボタンはよく見ておきます。で、左側に胸ポケットがついていて、サイドもこんな感じになります。ピットが結構深めに入ってます。で、右側に紐がついています。続いてこちらニッカーボッカーズなんですけど、結構裾がたまるような感じになってます。もともとこういう大工さんとか浴衣の人が着用しているユニフォームをベースで作られていて、で、総指揮付きなりにクリーンな感じに仕上がっています。なんか横から見たシルエットがすごくかっこいいです。バッグがこんな感じになっています。で、あとポケットの部分にボタンがついていて、こう外してもいいですし、つけてきてこういうちょっと細かいティッシュございます。はい、続いていってみましょう。はい、こちらスモーキングスーツ着用してみました。全体はこんな感じになります。スモーキングスーツなんですよ。もともと、まあ、名前の通りタバコを吸うために作られたジャケットです。で、これが一応タキシードの原型と言われています。で、ラベルが結構太めに作られています。右側に紐がついていて、でこちらレイヤードで光沢のある素材の上にジャケットが重なっているようになっています。で、紐を外すとこんな感じになっています。一応こちらもポケットがついています。内側にタグがついているんですけど、これもとても令和にちゃんとなっています。一応紙面も書けるようになっています。続いてこちらニッカーボッカーズの色違いを着用していきたいと思います。はい、こちらニッカーボッカーズのブレンチェック着用してみました。こんな感じになります。で、チェックでも結構上品なチェックなので、ジャケット着るのもいいんですけど、まあ、結構カジュアルな服装の中に入れていただいてもいいのではないかなと思います。で、このパンツなんですけど、個人的には絶対革靴で合わせるのをおすすめします。結構大きくテーパーとかかってるので、まあ、足元も綺麗に見えると思います。以上で総称付きの2019年秋冬コレクションのアイテム紹介着用を終わりたいと思います。こちらオンラインショップでご購入できますので、よろしければチェックしてみてください。また YouTube チャンネル登録、 Instagram フォローよろしくお願いします。以上で動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。